続いてはこちら、今乗りたい列車です。このコーナーでは時刻表に載っている気になる列車を渡辺さんが紹介します。気になった列車、乗りたい列車は何ですか？はい、こちらです。今日は JR 東日本南武線ですね。武蔵中原発の登戸行きというですね、朝一番の列車です。で、この列車はですね、武蔵中原駅を朝4時37分に出て登戸駅に4時50分に着くという列車なんですけど、見てもらうと分かるんですけど、この時刻表の隣に4時43分に武蔵中原発の立川行きという列車があって、はい、で、だから立川、武蔵中原とか溝の口あたりから立川に向かうには、この列車乗っても結局登戸止まりなんで行けないんですね。だから結局は次の列車乗んなきゃいけないんで、なんでこんな中途半端なところに列車があるのかなっていうのが気になったというところです。で、まあダイヤ上見ると登戸から折り返しで登戸発川崎行きの始発列車に4時56分発5時23分着の始発列車になるんで、まあこれに使うために運転されてんだなって思うんですけど、なんだろう、だったら回送でね、武蔵中原から登戸まで行けばいいしって思って、時刻表いろいろ見たら溝の口、武蔵溝の口で、東急の、田園都市線とか登戸で小田急線とかの始発電車に、乗り継ぐためにはこの列車じゃなくても、この次のさっきの立川行きの始発電車でも余裕で間に合うので、なんでこの時間にこれあるのか、この途中の駅でこの4時台に着かなきゃいけない用事がある人がものすごいいるのかっていうのは、なんか乗ってみて確認しないと分かんねえなと思ったんで、ちょっと選んでみました。はい、ありがとうございました。今乗りたい列車コーナーでした。